NHK 山田です。よろしくお願いいたします。冒頭ご発言もありましたが、政治と金をめぐる問題への対応についてお伺いいたします。すでに立候補を表明されている他の候補の中からですね、返金ですとか、公認の在り方についての言及もありました。林さん、ご自身のお考えについてお聞かせください。はい、先ほど外交普遍的な価値のところで、法の支配ということを申し上げました。私はやはり法の支配が非常に大事だというふうに思っております。その意味は、総裁が変わったから、今までしっかりと手続きを取って決めたことを、何も手続きを取らずに変えるということは、私はあってはならないというふうに思っております。政倫審、そして党の党紀委員会、第三者の皆様も入って、党の調査もそうですが、やってまいりました。したがって、これは法の支配ということで、ルールとして尊重しなければならない、それを申し上げた上で、裁判が進行中であります、また新たな事実が報道の皆様を通じても含めてですね、出てくることも考えられます。そうしたものが出てくれば、もう一度手続きにのっとって、しっかりと結果を出していく、このことが必要であるというふうに思っております。はい、じゃあ、隣の方、どうぞ。朝日新聞の笹川です。林さんは官房長官として現政権の中枢にありますが、そのような立場で岸田総理がですね、8月14日の記者会見で語ったような自民党が変わる姿、新生自民党というものを示すことができるというふうにお考えでしょうか。総理と一緒にですね、身を引くべきではないかという声も党内にはありまして、今回ご自身に出馬の資格があるのかどうかということが問われていると思うんですけれども、この点どうお考えでしょうか。はい。総理はこの閣議で私からご披露させていただきましたけれども、この閣僚の皆さんも大いにですね、これは閣僚としての仕事に差し障りのない範囲で議論を交わして、総裁選挙に出たい人は出てもらいたいと、こういうようなお言葉をおっしゃったところでございます。私は岸田内閣の一員として、今現在も仕事をしておるところでございますが、一方で、我が国を取り巻く状況、大変な状況でございます。先ほど一端を申し上げたとおりでございますが、これまでの経験や実績、そういったものをですね、この時期にこの見送ることによってですね、そのままにしていいのかと、そういう強い思いに駆られて、仲間の皆さんとも相談した結果、出馬を決断した次第でございます。はい、じゃあ反対側の今メガネかけておられる、電気新聞の鷺坂と申します。よろしくお願いします。エネルギー政策の考え方についてお伺いしたいと思います。データセンターなどでこれから電力需要が増えていくことが予想される中で、どのように脱炭素、カーボンニュートラルも同時に進めなきゃいけない中で、どのように脱炭素電源を進めていくか、原子力発電所の新増設やリプレースといった原子燃料サイクルといった政策の考え方と合わせてお伺いできないでしょうか。はい、今おっしゃったように、データセンター、それから半導体の工場もすでに稼働に向けて動いておる中でですね、5年前、10年前に想定した時より、電力需要、この先伸びていくということが予想されます。そうしたものにしっかり対応していくためには、脱炭素電源として原子力というのは大変大事なベースロード電源だというふうに考えております。これを推進していく。ただしその時には新基準によってですね、安全性を確保する。そして、住民の皆様の安心を確保する。これは大前提であるということは申し上げておきたいと思います。その上で、先ほどワットビット連携というですね、少し耳慣れない言葉を使わせていただいたところですが、これはワットは電力ですね。で、ビットはこの情報。データセンターが発電所の近くに来るのか、発電所がデータセンターの近くに行くのかと、これを政府として、国としてしっかりとですね、一番いい配置はどうなのかと、これを考えていくというのがワットビット連携でございます。このことは GX の会議ですでにこの方向性が出されておりますので、これをしっかりやることによって、このあまりこの無駄に電力を消費しないという枠組みも合わせて考えていかなければならないと思っています。はい、じゃあそのお隣の眼鏡をかけた方。産経新聞永原です。長官にお伺いします。長官は日中友好協会の会長を務めていた経歴からしばしば親中派と言われ批判を浴びることもありましたが、この点について今回の総裁選でどのように払拭していくのかお考えを教えてください。また中国は尖閣諸島周辺にブイを設置したり、先般も中国軍機が領空侵犯を行うなど国民生活を脅かしていますが、中国との向き合い方についても合わせてお伺いします。はい、まずご質問にお答えする前に、私長官としてここに来ておりませんで、出馬を決意した一衆議院議員ということで来ておりますので、そういう立場で答えさせていただきます。日中友好議員連盟の会長をしておったということは事実であります。高村元外相から引き継いで何年間かやっておりました。日中関係は非常に大事な関係であるということはその通りだというふうに思っております。しかし一方で、私に対する美中派とかですね、いろんなご批判があるということを時々耳にしますが、私は地中派だと、中国を知っているということだというふうに自分では思っております。己を知り、敵を知れば百戦危うからずと、決して中国と戦争するという意味ではございませんが、中国と向き合っていくためにはですね、中国のことを知っているということ、これは一つのこのポイントではないかというふうに思っております。また、農産物の輸出一つとってもですね、また今、規制の緩和、解除について、いろんな交渉をしておりますが、相手を知って交渉しなければですね、結論を得ることは難しいだろうというふうに思っております。はい、じゃあ、中国新聞の樋口と申します。このレジュメのですね、一番大きな字で書いてあるその人に優しい政治、人の政治というところをもうちょっと伺いたいんですけども、今そのこれを掲げられた理由を教えていただきたいのと、もう少しそのこの人に優しい政治、人の政治っていうのはどういったものなのかっていう、例えば具体的な3つの安心っていうのはそのなんか少子化対策であったり防災であったりとかよく分かったんですけども、人に優しい政治、人の政治っていうのでどういったことをやっていきたいのかっていうのをもう少し具体的に教えていただけますでしょうか。はい、今おっしゃっていただいたように、3つの安心をしっかりとですね、国民の皆様に持っていただくと、そのこと自体が人に優しい政治だというふうにも思っておりますが、私の好きな言葉にですね、政治家はろうそくたれという言葉がございます。自分の身を焦がして光を作ることによってですね、一隅を照らすと。必ずしも今うまくいってないとか、恵まれていない、そういう人にしっかりと光を当てる。そのことによって自分は減っていくわけですが、ろうそくはですね、そういうこの今困っておられる方にしっかり手を差し伸ぼす、それは人の意味であります。そういう政治をやっていきたいというふうに思っております。はい、じゃあ端の男性の方、一列目の方です。読売新聞の岡部と申します。ありがとうございます。先ほど大木氏がおっしゃったビジョンですとか政策を拝見お聞きしていますと、岸田政権の政策ともかなり親和性が高いように思うんですけれども、大木氏としては岸田政権の継承発展を目指していく立場なのか、それともその岸田政権との違い、ここが違うんだという対立軸のようなものがもしあれば教えていただきたいのと、大木氏が党内有数の政策通であるという評価は非常に知られていると思いますけれども、一方で今回の総裁選ではその次期衆院選の顔となる方を意識して刷新感というものが重視されていると、そういう声をよく聞きますが、この刷新感が重視される中でご自身が今後どのように党内で支持を拡大していこうとお考えなのか伺えますでしょうか。はい、まずはお褒めに扱って恐縮でございます。政策をしっかりとやっていくということはですね、とても大事なことだと思っておりますし、岸田政権、その前の安倍・菅政権でもですね、ずっとこの経済再生に取り組んでまいりました。やっとデフレ脱却、そして早いうちにデフレ脱却宣言までたどり着きたいというふうに思っておりますが、10年前を考えると、それはまた夢のような状況でありました。それぞれの政権でやってきたことの積み重ねでですね、私たちは今この場所に立っていると、そういうふうに考えております。ここから何を引いて、何を足していくのかということはしっかりと考えなければなりません。この岸田政権でですね、やってきたことに足していく、そういうことで、先ほど中長期的な少子化対策ということを申し上げさせていただきました。で、刷新感というお話でありましたけれども、私は刷新感よりはですね、刷新そのものが大事だというふうに思っております。刷新をしっかりできるのかと、刷新感あったけど、何もないうちに消えちゃったねということではいけないというふうに思いまして、刷新をしっかりやっていくために、この経験や実績、十分に使っていきたいと思っております。はい、それでは2列目の、こちらから見て右側の女性の方。TBS の加納です。よろしくお願いします。今、官房長官、林候補の、このレジュメに、政治の力による不安の解消という文言があるんですけれども、選択的夫婦別姓の議論に関してお伺いしたいと思います。自民党刷新を求める声というのがあるんですけれども、今、国民各層、さまざまな意見がありますが、経団連が実現を提言しているという事実もあります。官房長官就任当初に、私の方からも選択的夫婦別姓の質問をさせていただきましたが、その時には国民の間にさまざまなご意見があるということで、慎重な発言をされていたと思いますが、今日は衆議院議員としてお伺いしたいと思います。この実現に向けて今いろいろな声が出ていますけれども、党内の議論や、それからその別姓は実現すべきだとお考えなのかどうか、お聞かせください。はい、私は個人的にはですね、選択的夫婦別姓というのは、あってもいいのかなというふうに個人的には思っております。我が家の話で恐縮ですが、娘が2人おりますので、そういう問題、常に考えてまいりました。ただ総理となってですね、どうしていくのかということを考えた場合に、先ほどお話があったように、まだいろんな意見がございます。で、私は一つ気になっておりますのは、このいろんな調査をやるときに、賛成ですか、反対ですかという調査が多く見受けられるわけですが、もう一つ選択肢を加えてですね、賛成、そして通称使用の拡大をしていく、反対、こういうふうにするとですね、私が見たものでは、大体3分の1ずつぐらいになっております。したがって意見の集約をしっかりと総理総裁になった暁にはですね、していって、なるほど、こういうところだねということが、当然国会議員の間もそうですけれども、国民の各界各層の間でですね、大まかなコンセンサスを作り上げていくと、このことが責務だというふうに思っております。はい、じゃあその右の方、どうぞ。はい、どうぞ。共同通信の坂口です。林さんにお伺いします。率直にですね、この岸田政権3年間をどのように評価されているのか、先ほど評価の言葉もありました、どこを引くのか、どこを足すのかという言葉もありましたけれども、どのように評価していらっしゃるのかが、まず基本になると思います。その点、まず伺えますでしょうか。それとですね、今回、派閥の中心の、派閥からの脱却という点も大きな争点になると思いますけれども、林さんを今支えていらっしゃるメンバーの方、本日解散届出されたと思いますが、宏池会のメンバーの方だった方が中心になって支えていらっしゃると思います。これ本当に派閥中心の旧来型の総裁選なんではないかという指摘もあると思いますけれども、そういったことに対してどう答えられるのか、宏池会以外の国会議員や地方票の獲得に向けて、どのように支持拡大を図っていくお考えなのか、お考えを伺います。はい、党の議論、必ずしも長官の立場ではですね、直接関与しておりませんでしたが、今回の不祥事を受けて、ガバナンスコードというのも変えております。そこに派閥の定義が書いてあります。今後、政策集団をお金や人事から完全に決別する、資金力と人事への影響力を背景に、党所属の国会議員を集め、その数の力によって、さらに影響力を強めようとする組織を派閥と定義して、こういうふうになっております。我々、党に所属する国会議員として、この定義でもってですね、そういう派閥はなくすと、こういうことを一議員としても努めていかなければならないというふうに思っております。今、ご指摘があったように、私が属しておりました宏池会はですね、今日正式に届けを出して解散の手続きが終了したということであります。ただ、30年間議員生活のほぼ 95% ぐらい、1年だけ無派閥の事態が実はあったんですが、95% 以上の期間を旧宏池会の皆様と一緒に切磋琢磨、そして政策も作らせていただきました。そういうこの一緒にやってきたこの関係というのは、宏池会が派閥としてなくなってもですね、続くものだというふうに思っております。また、今日ご列席をいただいている選対の幹部の皆様の中にはですね、宏池会とはご縁がなかった先生方にもご出席をいただいているところでございます。はい、じゃあ隣のメガネから。東京新聞の川手と申します。今回の総裁選、党本部がお金のかからない選挙を呼びかけていますが、選挙費用の抑制のための具体策など努力する考えがあるか、また今回の総裁選でかかったご自身の選挙費用を公開する考えがあるか教えてください。また防衛力強化をめぐって来年度の防衛省の概算要求でも円安などの影響で装備品の単価の上昇が明らかになっていますが、この防衛力整備計画で示した装備数量を計画通りに調達した場合、5年で43兆円の防衛費を大きく上回る可能性も出てきていますが、整備計画を閣議決定し直して43兆円からさらに増額する考えがあるかどうか教えてください。はい、この今日確か総裁選挙管理委員会が開かれて、催促が少し出てくるのではないかというふうに聞いておりますが、それを待つまでもなくですね、お金のかからない総裁選挙というのは当然のことであろうというふうに思っております。私も何度も総裁選挙を経験してまいりました。自分で出るのは2回目ですけれども、他の候補の応援をやってまいりました。かつてはですね、ホテルやこの国会の外にいろんな場所を確保して、そこで、これ、情報交換という意味では大事なことだと思いますが、そういうことがですね、行われてきたというのも記憶にあるところでございまして、今回、こういう中で総裁選挙が行われますので、私の陣営の方はですね、国会の議員会館のオフィス、もしくは時間の制約が、使用できる時間が限られておりますので、そうした場合は議員宿舎の会議室等をですね、利用をしようと、こういうふうに考えております。また、選挙費用、何が選挙費用かということですが、この公開についてはですね、いろんなルールが決まれば、それに従いたいというふうに思います。それから防衛につきましては、まさに概算要求がこの間、締め切られたわけでございます。このルールに従ってですね、この予算編成をしていくと、その方針に変わりはないというふうに思っております。一社一問で時間の制約ありますので、右の方どうぞ。日本農業新聞の松本と申します。農業政策改めてということでしたけれども、一点農業予算の考え方について伺います。岸田政権、食料安全保障を重視して、農業予算をしっかり確保していくという方針を示しておりましたけれども、林さんがどういうふうに引き継ぐのか否か、ご自身のお考えを伺えればと思います。はい、ありがとうございます。詳しい政策はまた別途まとまって農業については発表したいというふうに考えておりますが、基本的な考え方を述べますと、農業基本法、この間成立をさせていただきました。今から数年間でこの改革を進めていく、構造改革をやっていくということがそこに謳われています。TPP の時もそういう形を取りましたし、例えば他の予算については、まさに今、先ほどご質問のあった防衛費とかですね、この枠をしっかりと作って、皆さんがそれを見てですね、また来年予算がどうなるのかなという心配なく、この構造改革に取り組んでいただけるような仕組みをですね、考えていきたいというふうに思っております。農業における構造改革とか、土地回廊というようなものはですね、普通の企業に例えていますと、設備投資になるわけです。やっぱり新しい設備投資をどんどんしていって、そして農業の生産性を上げていくと、また冒頭申し上げましたように、それに合わせて付加価値をつけていく、これは主にこの売る方でありますけれども、これが相まってですね、やっぱり農家の所得が上がっていくとこれが私の基本的な考え方でもありますので、見通しのいい仕組み、これを作っていきたいと考えております。はい、じゃあ2列目、反対側の紙を。ブルームバーグニュースの萩原です。政策の柱の一つに成長戦略を挙げていらっしゃいます。日本は基礎的財政収支の黒字化がようやく視野に入った状態ですけれども、この環境を踏まえて議員は経済と財政のバランスをどのようにお考えでしょうか。また金融政策の正常化に向けたスピード感もどうあるべきか、合わせてお聞かせください。はい、この経済と財政の関係というのは、私はやはり経済あっての財政だというふうに思っております。このプライマリーバランス黒字というのはですね、実は最初に計画を立てたとき、橋本政権でありました。その時から私は事務局におりましたので、感慨深いものがあります。何度も計画を作って、何度もいろんなことが起こって、新しい計画を作るということで、ほぼ20年以上経ってきたということでありますが、その間でも大事なことは、しっかりと計画を持っていると、財政をしっかりと健全化しようという意思を政府が持っていると、このことをですね、特にマーケットに対して訴え続けていき、マーケットの信任を、日本国債、JGB に対する信任をですね、維持していかなければいけない。これが大事なことだろうというふうに思っております。その前提の下で、経済を良くするために必要な財政出動はためらってはならないというふうに思いますが、いわゆるワイズスペンディングという言葉があるように、じゃあこの予算を使ったらどういう効果があって、中長期的に日本経済にどう跳ね返ってくるのかと、英語が最近多いんですけれども、EBPM というですね、エビデンスベースとポリシーメイキングと、証拠に基づいて政策を作っていくという言葉でありますが、こういうことを今度は経済財政諮問会議で導入をされると、こういうことも承知をしておりますので、こういうものを使って、この本当に国民の皆様からお預かりをしている大事な税金ですから、効き目のある使い方をしていくと、こういうことだというふうに思っております。はい、じゃあその隣の男性のブルーのシャツを着て。アークタイムズの岡田と申します。林さん、最初のスピーチの中で、避難所のですね、改善ということもおっしゃってましたけれども、林さんは今回1月1日に能登半島地震が起こり、林さんは官房長官という重要な立場にいながら、なぜそれに取り組んでこなかったんでしょうか。というのは、今8ヶ月経ちましたけれども、今でも一時避難所で段ボールの敷居のようなところにいる方たちがいて、今でも雑魚寝の明治時代のようだと言われています。なぜそれをやってこなかったのか、やってこなかった林さんにその新たなですね、改善を期待できるのか、そしてそれはおっしゃったその人の政治というふうにおっしゃいましたけれども、人に優しい政治というふうにおっしゃいましたが、まさに能登に対してやってきたのは人に冷たい政治、この前も子どもたちのアンケートがありましたけれども、みんな見捨てられてると、そういうことを言ってるわけですけれども、そういう声にどう答えるか。あと1点だけ林さん、さっきの質問に答えてなかったので、自民党の裏金問題で、裏金議員、不記載議員を公認するかどうか、これは法の支配のこれからの先の話なので、新総裁になればご自身が決断できることなので、その点、明確にお答えください。はい、まず後段のご質問ですが、先ほどあるいは言い忘れたかもしれませんけれども、党紀委員会で処分をいたしました。で、いろんな処分が離党勧告をはじめ出ております。で、実は非公認という処分もございまして、確か、この離党勧告の次ぐらいだったと思いますが、こういう処分がメニューとしてあるのにしておらないということ、これを踏まえて法の支配というふうに申し上げております。それから前段のご質問ですが、そういうご指摘は真摯に受け止めて反省をしなければならないというふうに思っております。私も毎日情報を聞きつつですね、いろんなこの指示、そして松村防災担当大臣を中心として対応に当たってきたところですが、私が申し上げたのは、ずっとそうだったということも、あるいはあったかもしれませんけれども、そこに至る過程、プライバシーやですね、温かい食事が自衛隊等で提供されるまで少し時間がかかったと。ですから、それが初日からというと難しいかもしれませんけれども、なるべく早くそういう環境にするためのですね、努力、これはノウハウの蓄積によって、この地方公共団体と国の例えば消防、自衛隊、警察、そういうところと、そしてボランティアの皆様と、今回は特に民間企業の皆様もいろいろご協力いただきましたが、こういう人たちが一緒になってやったということのノウハウをですね、しっかり蓄積をして、そのことが次に生かせるようにすると、こういう意味で申し上げました。はい、それではじゃあ反対側で、最後、はい、最後ですかね、時間15分、はい、はい、その方、どうぞ。日経新聞、田中です。金融所得の課税強化について伺います。こちら、是非が総裁選の少し論点になりつつあるのかなと思います。すでに立候補を表明した議員の間でも、こうすべきだという考えや反対を示す SNS の投稿などがあるなど、意見が割れています。こちらについて、林さんの考えを伺います。はい、これはすでにですね、令和5年度の税制改正で、極めて高い所得水準の皆様のところを是正するという措置を取っておりまして、これが実は令和7年からの施行になっております。したがって令和7年、もう少し先ですけれども、そこでどういう状況に実際になるのかと、いろんなことが言われておりますが、実はまだ始まっていないと。したがって私はその状況をしっかり見定めた上でですね、さらに何かする必要があるのかということは検討すべきだというふうに考えております。で、一方で、この今、貯蓄から投資へという流れ、これを促進をしているところでございますので、その検討にあたってはですね、そういう流れとどう調和を取っていくのかということも考えに入れておかなければならないというふうに思っております。ありがとうございました。予定しておりました時刻となりましたので、これをもちまして記者会見を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。陣をちょっと自動持ってもらえないですか。あ、これ。はい。こちらもお願いします。